こんにちは、川田です。大倉誠のアメリカ株式40年投資。大倉さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はどんなお話をお聞かせいただけますか？今日はですね、本当に純粋にどうやってリターンを上げるとか、そういう話ではなくて、ファンドマネージャーについての誤解という形での、お話を、できればなと思っています。誤解してるんですか、我々は。誤解してる人も結構いるんじゃないかと思うんですよね。で、ファンドマネージャーは実際どういう人たちなのかっていうようなことをちょっとお話しできればと思います。はい、お願いします。はい、ということで、はい。今日のテーマはファンドマネージャーについての誤解ということで、いきたいと思います。大倉です。今日も、京都から、参加しております。投資の判断はご自身で、でも今日はそういうテーマではないので、ちょっと流す感じで聞いていただければと思います。でですね、プロフェッショナルっていう言葉があると思うんですね。で、要は何かのプロっていうことなんですけども、プロフェッショナルっていうのは、専門性を持つ仕事に従事している人、あるいはその能力が高くて技量に優れている人、これをプロフェッショナルというわけですね。で、例えばそのプロって言われる人たちっていうのは、いろんな分野に当然いるわけです。その職業で、収入を得てる人っていうのは、基本的にはプロなわけなんですけれども、ただプロって言ってもいろいろあると思うんですよね。例えばスポーツ選手とかアーティスト、例えば音楽家とか芸術家、そういう業界のプロの人たちっていうのは、本当にもう素養からして違いますよね。生まれたその才能なり何か持っていて、でさらにそれで、トレーニングして、でほとんど自分の人生をそれに捧げてですね、それでプロになっていく、そういう意味においては本当にすごいと思うんですよ。ところがその金融、それも特に投資においてのプロっていうのは、実はその素質によってそのプロとアマの違いっていうのはあまり大きくないんじゃないかなと思うんですよね。例えば、本当に、メディアに出てくる、いわゆるカリスマって言われるファンドマネージャーにしてもですね、そのトップクラスのスポーツ選手とか芸術家と比べると、別にそんなすごいわけではないと思うんですよ。例えば、本当にスポーツで言うとやっぱり分かりやすいと思うんですけど、プロのピッチャーが、例えば140キロ、150キロの球投げますよね。それ見てると、軽く投げてそんだけ出るんで、我々が投げても120キロとか出るかなと、さ出ないわけですよね。全く出ないんですね、あれね。出ないですよね、僕やっ本た当ことに。ないですけど。いや、本当に、だから、もちろんそのアマチュアでも140キロとか出す人はいるかもしれませんけれども、本当にプロで、やってる人たちっていうのは、その野球、サッカー、他にもいろいろあると思います。今、特にオリンピックをやってるわけなので、本当にもう、すごい努力をして、その前にすごい才能があってって話ですよね。そうそそれう。で頂点を極めているわけですけれども、じゃあ、金融とか投資についてはどうなのかというと、決してそんなことはないわけですよね。で、小倉さんはあれ、やっぱり今までの長い経験で一緒に働いてきたとか、上司、部下をこう見ててっていう、そういうところ、それから見聞きしたり、読んだりですよね、そういうところからの知見ですかね。そうですね。中にはですね、この人はでもさすがにすごいなっていう人も確かにいますけれども。ただそのプロぜ、あの、プロとしてのファンドマネージャー全般を取った場合に、じゃ本当にこれはこの人たちはとんでもないなっていう集団かというと、全然そんなことはないわけですね。だからちょっと自分で笑っちゃうといけないんですけど、要は経験とか知識はあるんですけれども、一般の投資家が期待するような技量、つまり、なんて言うんでしょうね。とんでもないリターンを上げれるような力があるかどうかっていうのは、これはもう全く別物だという話ですね。それはすごい思いますよね。よく知ってるからとかね、あの人は鋭いとかね、嗅覚が半端じゃないとかって言って、じゃあ出来上がった数字どんなんって言って、10人中8、9人は SP にかなわないとかってなると、あれ？とか言って思っちゃいますもんね。そういうことですよね。で、そもそもファンドマネージャーの目標というのは一体何なのかと。普通のですね、普通のというか、プロじゃない投資家、あるいはこの YouTube 見ていただいているような、
視聴者の方っていうのは、まあ、ファンドマネージャーっていうのはすごいパフォーマンスを出せるんじゃないかとかですね、なんかこの人たちはもう、まあ、とんでもない人たちなんじゃないかと思ってるんだったら、多分それは間違いなんですよね。回っただけでお金になると、ね、前出すタッチとかね。で、まあ、ファンドマネージャーの目標っていうのが、そもそもどんなものなのかっていうのをここでお話したいと思うんですけれども、はい、まあ、一般的には与えられたベンチマークを上回る結果を、まあ、つまりパフォーマンスを求められているわけですね。まあ、もちろんヘッジファンドの中でも特にとんでもない優れてる人っていうのはもう絶対収益ですごいリターンを上げる。で、そのためには、うん、あのすごい集中力を持ってやってるっていうのはような人もいるかもしれませんけれども、そういったたちっていうのは本当にごくごく一部の人たちだと思います。で、まあ、なんで、まあ、ベンチマークを上回るパフォーマンスを期待されているか。まあ、要はベンチマークに大きく負けるとゲームオーバーになっちゃうわけですね。ゲームオーバーっていうのは解約です。特に年金だとか大き、まあ、大きいそういう、まあ資金ですね。そういうのはあのベンチマークに負けるとゲームオーバーになるので、ベンチマークに負けないような運用をするような形なんですよね。で、結局そのベンチマークが市場インデックスっていうものであれば、結果としてそのインデックスプラスアルファのような結果となってしまいます。 なぜかというと、まあ、結局そのベンチマークから極端に乖離しないようにリスクをコントロール彼らはしてるんですね。リスクコントロールというのは何かというと、あのトラッキングエラーっていう言葉を我々は使うんですけれども、ベンチマークから例えば上下、2-3% の中に収まるような運用をするんですね。これは大きくトラッキングエラーを取ると、まあ、上に行った時はいいけど、下に行ったらもう本当に解約の危機が待ち受けてるので、ですのであえてベンチマークからあんまり乖離しないで、できればそれを少しずつ上回っていくような運用をする、まあ、それが一般的なファンドマネージャーの、目標というふうになっています。じゃあもうベンチマークを与えずに彼らにフリーで運用させたらどうなるのかって話ですね。これは私が勝手に思い込んでるだけなので、あの普通のファンドマネージャーの方これ見ててそんなことないよっていうふうにおっしゃられる方いるかもしれませんけれども、うんうん、まあ、ちょっとあの私の思うところをかいあのちょっとお話ししたいと思います。で、例えばあのウォーレン・バフェットって言いますよね。で、バークシャー・ハサウェイを、運営している人ですけれども、例えばバフェットがするような運用っていうのがこれ可能かどうかって話です、うん、で、バフェットっていうのは、まあ、あの SP500 とよく自分のパフォーマンスを比べてはいますけれども、別に SP500 をベンチマークとしている人ではないわけですよね、うん、で、まあ、バフェットの運用の特徴っていうのは価値ある企業への、長期投資なわけですよね。で、ダメな銘柄っていうのは長期投資とかって言いながらも案外あっさり切ったりするような人なんですけれども、まあ、あくまでそのワイドモートとかっていうような言葉を使ったりしますけれども、そういうモートのある企業、あるいは、本当に価値のある企業、これに長期投資をするという、そういうスタンスです。で、ワイドモートって視聴者の方ね、ワイドモートっていうのは堀ですね。つまり、ね、あのその会社にとコンピート競合したいとか、その打ち負かしたいと思っても打ち負かせないような堀がある、まあ、そういうことですよね。そうですね。あの堀の幅が広いとそこにあの攻め込んでいけないと、うん、そういうような意味合いだと思うんですけど、でワイドモートですね。モートが広いとか狭いとかっていうような言い方を、まあ、あのアメリカなんかではあのするわけなんですけれども、まあ、そういった、企業群への長期投資っていう話ですよね。で、2番目として、挙げられるのは自信のある銘柄への集中投資っていうことですね。例えば足元のポートフォリオであれば、あのアップルなんかがそうですよね。例えば上場ポートフォリオの約足元でも確か4割ぐらいアップルですよね。ただバークシャーのポートフォリオっていうのは、私が知ってるちょっと古いデータになりますけども、上場ポートフォリオっていうのはあのバークシャー全体のポートフォリオ全体の3分の1程度しか今はもうないっていう話ですよね、うん、そうすると、アップルが占める、アップルが、占めるバークシャー全体に対する比率っていうのはそれでもやっぱり 12-3% はあるはずですよね、うんうんうん、っていうことは1銘柄に十数パーセント投資するっていうのはかなりなベッドなわけですよね。で、そういう運用をバフェットはできる。で、まあ、そんな運用をじゃあファンドマネージャーにはできるのかって話ですね。で、おそらくこれは無理なんですね。そもそもバフェットはファンドマネージャーじゃないから、
彼は、まあ、投資家であって、なんかベンチマークをに買った負けだとかって言ってるわけでもないし、で運用してそのマネジメントフィーをもらってるわけでもない、まあ、そういう人たち、人なわけですよね。でじゃあファンドマネージャーはどうなのかっていうと、この価値のある企業への長期投資、これはまあ理論的にはできるんだと思うんですが、2っていうのはこれは一般的にはできないと思います。100人いたってそれこういうとんでもない集中投資する、運用を標榜している運用会社っていうのはほとんどないと思うんですね。特に国内にはないと思います。ですので、あのバフェットみたいな運用を目指しても、この集中投資っていうのがなかなかできない。よくね、ファンドマネージャーは私は集中投資型ですって言っても、やっぱあそこまでじゃないですもんね。そうですね、銘柄を例えば20数銘柄とか30銘柄ぐらいに厳選するっていうのはありますよね、それは厳選はしてるけれども、1銘柄にとんでもないベッドではないんですね、で、まあ、残念だなと思うのは、一般的に運用会社っていうのは、あの我々はこんなリサーチしますっていう、あるいはこんなにファンあのリサーチアナリストを抱えてますというふうな体制を取ってるわけですよね、リスクコントロールもしますみたいな話なんですけれども、せっかくそこまでリサーチして、やってるわけですよね、時間とコストをかけて。でも自信のある銘柄に集中投資できない、ここがちょっと残念なところかなと思うんですよね。なぜというのをまたこれ今からですか。いや、まあそれはそれで失敗したら目も当てられない結果になる、まあ、要は解約が待ってるって話になるので、だからどうしても分散投資になってくるわけですよね。でもほとんどもう、ま、私も含めてそうですけれども、分散投資っていうのがほとんど職業病に近いような感じだと思うんですよ、ね。私は今はそのいわゆるそのなんて言うんでしょう、年金だとかあるいは投信とかのファンドマネージャーではないわけですよね、まあ、自分の会社のお金を運用しているわけなので好きに運用できるんですけれども、それでもやっぱり長年染みついている分散投資っていうのはなかなかそこから脱却するのは難しいです、確かに今ですね、集中している銘柄っていうのは上位5銘柄ぐらいで 50% 以上は保有していて、それぞれの銘柄で 10% ぐらいずつ、持ってるんですけれども、普通で言えば相当集中投資じゃないですか。私はそうしてるつもりなんですけれども、バフェットと比べるとそれでもやっぱり集中度合いは少ないわけですよね、こんな運用をした日にはやっぱり結構辛いなと思うんですよね、いい時はいいけど、ま、負ける時にはやっぱり当然パフォーマンスとんでもなく悪化するわけなので、ところがバフェットはそれをどう感じてるのかなと思うんですよね。ですので、あの別に長期で持つんだから短期的に悪くなったっていいじゃないと、だって実際これにこんだけ自信あるしっていうふうに言って、その後実際それだけのパフォーマンスを出すわけですよね。で悪い銘柄はあごめんねってパッと切っちゃうんでしょうけれども、あのそういう運用っていうのはやっぱり一般の例えば年金とか投資信託のファンドマネージャー運用会社にはまあ無理なんだと思うんですよね。でファンドマネージャーについての誤解ということでいくつか、まあ、実際挙げていきたいと思うんですけれども、プロだからいつも素晴らしいパフォーマンスを上げることができる、これは多分間違いなんですね。で必ずしもプロ、あの素人では出せないような素晴らしいパフォーマンスを上げることができるわけでは実際ない。でもひょっとすると瞬間風速的には集中投資、小型株に集中投資している個人のファンドマネージャー、あの投資家の方がとんでもないパフォーマンスを上げれるんだと。そうね、そうですよね、はい、で実際ファンドマネージャーっていうのは先ほど言ったように基本的にはベンチマークに対する超過収益を目指しているわけですよね。でそれに対して勝つ方法を、身につけているわけです。例えば市場インデックスに対してこんだけ パフォーマンスを出す、あるいはひょっとしたら絶対収益で毎年例えば 2% 以上出すっていうんだったら、まあそれだったらそういう運用の仕方をするわけなんですね。で絶対収益でとんでもないパフォーマンスを出すっていうベンチマークを与える人はって基本的にはいないわけなんで、ですので、まあ、目的自体も違うっていうことがあると思います。もう一つ、ブルーマーケット、強気相場で市場インダックスを上回るのは、これもファンドマネージャーにとっては結構難しい。実際、ドットコムバブルの時なんていうのは、なかなかそれについていけなかったわけですよね。でなぜかというと、やっぱりどちらかというと、ファンドマネージャーは、まあ、モメンタムも大事だけれども、割高な銘柄をどんどん追いかけて買うっていうのを、一般的にはなかなか できないというかしないんですよね。これ逆言った時にもう全く説明がつかなくなってくるからっていうのがあると思います。
という意味で、まあ、パフォーマンスを上げることに関しての、まあ、誤解がまずあると思います。あと仕事の内容にしても、あのこれもたまになんか見るんですけれども、ファンドマネージャーがなんか生き馬の目をいるような仕事をしてるっていうふうに思ってる人がいるとすると、それも間違いなんですよね。あのそんなになんかダイナミックになんかそばにギリギリあのなんて言うんでしょうね、あのギリギリ集中してるっていうよりも、まあ、その調査とか分析など地道な仕事をしてる時間の方が圧倒的に多くて、でなおかつその意思決定にしてもですね、割とチーム運用でやっていきます。まあ、要は仕事をいろいろ分担してるんですよね。ですので相場師としてですね、ピリピリしながら運用しているようなイメージを持ってるとすると、それは一般的には違う。で、まあ、もちろん先ほど言ったみたいに一部のそのヘッジファンドの人たちっていうのはひょっとしたらそういうふうなあの相場師的な人もいるかもしれませんけれども、まあ、一般的に言われるファンドマネージャーっていうのはそういう仕事ではないということですね。であとそのメンタルが強くてどんな投資環境にも耐えられるっていうふうに思ってらっしゃるとすると、それもおそらく間違いだと思うんですよね。あの一般的には個人が一人で責任を負うような体制ではない、でそのチームでそのプロセスを持ってやっているということで、そういう意味ではその一人のがもうあのの両肩にその全ての責任が乗っかっていて、もうそのそういう人にはのメンタルがすごく強いんだっていうと決してそうではないし、まあ、長くやってるとですね、このメンタルが強いというより、まあ、これは川田さんのこのチャンネルでも何度かお話してるみたいにだんだんリスクに麻痺してくるんですよね。おそらくそれがでも大事なんだと思う。このリスクに満ちている状態がひょっとしたらメンタルが強い状態かもしれませんけど、ね、あの勘違いされるかもわからんですね。そうですね、別にハートが強いとかですね、そういう、そう運用しているわけではそもそもないということですね。はい、じゃあ、 あのファンドマネージャーがプロである理由があるとすると何があるのかということなんですけれども、これはですね、あのおそらく再現性が高いプロセスを作ることができるっていうことなんだと思うんですよ。再現性分かりますか皆さん。まあ、要はその例えばあの運が良くてこうなったとかですね、そういうんではなくて、うん、あのある一定のルールを持ったプロセスを作ることで安定的に例えばあのベンチマークを上回るような運用ができるような仕組みを作るっていうことですね。だから出てくる結果がたまたまじゃなくて、まあ、何度やっても大体似たような形で結果が出てくるようなプロセスを作ることができるっていうのがおそらく、まあ、ファンドマネージャーなんだと思うんですよね。で、まあ、要はまあ、すでに申し上げましたけれども、超過収益について、まあ、再現性がある、あるいはベンチマークを大きくは下回らないようなプロセスの作り方を知っていて、それにのっとって運用すると。で、まあ、負けが込まないように、まあ、実際にですね、まあ、そのプロセスを持ってても負けが込んでくるときはあるわけですよね。で負けが込んでくると、というか、負けが込んでこないようにポートフォリオを上手に修正していくと、そういうことを、よく知っている、でそういうことを実行できる人っていうことだと思うんですよ。ですので、あのファンドマネージャーがやってる仕事っていうのは負けないように運用するっていうのが一番大きなポイントなんだと思うんですね。もう負けないようにというのはベンチマークに負けないようにということですね。そうですね。そうですね。与えられたベンチマークが市場だったり、あるいは場合によっては絶対収益っていうのは ないことはないのかもしれませんけども、ただその与えられたものが何て言うんでしょうね、何のベンチマークあるいは目標となるものも与えられないで彼らは運用してないってことにもなるかもしれません。はい、わかりました。はい、いや、今日の話はですね、皆さんが今までファンドマネージャーというものに、あの特殊な職業の人に抱いていたあの、まあ、イメージ、それから何て言うんですか、幻想、そういうものを少しあの壊したわけじゃないけども、等身大のファンドマネージャーを語っていただいたということですよね。そういうことですね。まあ、これは本当にあの皆さん実際あの身の回りにファンドマネージャーをやっている友人がいればそういうお話を聞ける機会があるかもしれませんけれども、まあ、実際ファンドマネージャーというのは、まあ、全員が全員じゃないですよ。ただ一般的なファンドマネージャーはどちらかというとこういう形で行動しているというお話でした。はい、わかりました。大倉さん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。